テレビの画面です。 PS4 立ち上げてます。はい、ではリトルビッグプラネット3をまず本体の方で始めます。はい、接続するには PS4 と同じネットワークに携帯を接続して、で、PS4 の本体の設定でプレイステーションアプリストアかな、なんか接続設定 APP 接続設定ってやつがあって、あ、それそれで、それで機器を登録するに選ぶ。ライトバーが白く光るまでシェアボタンとペースボタンを同時に押してください。白く光るまで入れたね、多分。はい、ペアとして設定中。はい、登録できましたね。はい、 PSN にサインインしてます。はい、今何してる、探してるのかな今ね。PS4 を探してます今。はい、数分かかることがあるということです。はい、はい、頑張って探してね。すぐそばにいるんやしね、目と鼻の先におるんだからわかるやろ。これ携帯から操作しますよ。こっちをさなあかん、両方。ちょっと待ってね、見えるかな今ね。今もう携帯で操作できる状態になってます。ここにね、見えるかな、こういう風になってます今ね。はい、下にリモコン、コントローラーのマークで出てて、上がテレビの画面で一緒です。わかるでしょうか。はい、でね、ここでね、操作できます。これをね、こうやって動かすと、ほら動いてるのわかるでしょうか。はい、リトルビッグプラネットやろうかね。リトルビッグプラネットやりましょう。はい、ね、これ丸ね、こっち丸ね。今ね、この携帯で操作してますよ全部ね。はい、リモコン使ってません。 PS4 のリモコンじゃなくて携帯で操作してます。はい、丸。はい、これで操作できるのかな。これ横向きしたらいいのかな、こうやって。あ、横向きしたらテレビの画面しか出ないね。あ、そうかそうか。でね、この画面だけで操作と見るのも両方できるんですけど、さっきコントローラーを接続設定したので、こういう風にしてゲームができます。はい、では今から携帯とリモコンを使って遊んでいきます。テレビ使えませんので、テレビは消しても OK です。では今からこの奥にあるのはテレビじゃないです、携帯です。はい、 Xperia Z3 です。これでリモートプレイ今やってます。はい、コントローラーもこれ設定してあるので、このまま遊べます。はい、今から遊んでいきます。ほらね、ジャンプしたらジャンプなってますね。はい、これわかりますか？今ね、携帯見て遊んでるんです。はい。アドベンチャー。なんだこれ。あ、いや、ほらね、こうなんですよ、ほら。ね、リモコンと携帯。携帯に画面が映るので、行ってみれば、テレビがないお部屋に持って行ってゲームすることもできます。まあ、多少離れてもできるみたいですね。PS4 からどれぐらい離れて大丈夫なのかちょっとよくわかんないんですけども、遊ぶことができます。なので、隣のお部屋とかだったら余裕に遊べますね。はい。では、始めていきます。というか、さすが、この携帯、色めっちゃ綺麗ですね。テレビで見ても大して変わらんちゃうかな。というか、ちょっと遠くて。ほら、ここ入ってみようか。なんかあんのかな、ここ。ここ行ってみようか。ここ行ってみます。よっしゃ、進んでいきましょう。おっと。先に進むにはパパットボールを使う。お、落ちた。パパットボールね。テレビでするのと全然全く変わりないですね。画面がちょっとちっちゃくなるぐらいで、色とかもめっちゃ綺麗やし。はい、ではまあこういう感じで、携帯を使ってリモートプレイを遊べるという紹介でした。リモートプレイって言ったらプレイステーションビータもうできたんですけども、まあ両方ゲーム機なんですけど、今回はゲーム機じゃなくて携帯を使ってできるっていうのがすごいなと思います。ソニーの携帯なんでね、その辺は互換性がしっかりしてるんだと思います。なので、プレイステーションビータがなくても、携帯を使ってリモートプレイを楽しむことができます。Xperia Z3 を持ってる人で、PS4 を持ってたら一度遊んでみてはいかがでしょうか。テレビがないところでも遊べるので、とても
いいと思います。はい。では以上です。ご視聴ありがとうございました。